グレートギフトとかけまして、名探偵コナンと解きます。その心は、話が全く進まないでしょう。謎かけではなく、ただの共通点になってしまいました。グレートギフト、今週も面白かったです。ただ、皆さんもお気づきだと思いますが、話が進んでいるようで、全く進んでないです。話の縦軸となっているのは、ギフトを作ったのは誰かと、あたご元総理と安田の殺人事件です。 それ以外のことはサブストーリーでしかありません。名探偵コナンで言えば黒の組織が縦軸です。それ以外の事件はサブストーリーです。コナンの場合のサブストーリーは犯人を探すという楽しみがあるんですけど、グレートギフトの場合犯人がすぐ見つかってます。今回あの暴力団のフロント企業みたいな人を殺したのは軍事です。どうやってギフトを入れたのか気になるところではありますが、もう犯人がわかっているのでそれは些細なことです。 方法の一つとしてはあのお酒を開けるときにギフトを入れたもしくはもともとあのボトルに橘がギフトを入れていたどっちかしかないと思います我々はさっきから飲んでいますって言っているんでおそらく軍事が入れたんだと思いますけどただ軍事と橘はつながっていると思いますだから今回藤巻よりも先にアルカナムに来ていたんだと思います いやー、君島さん、さっさと殺されてしまいました。軍事が君島のことをいろいろ聞いた時に、あれ、殺すかなって思いました。その後、軍事が時計を見たので、あー、やっぱり殺すんだ。って確信しました。そして、前回の考察の反省ですが、ギフトを盗んだのも、ギフトを使ったというか、売り払ったのも本坊でした。合鍵を持っている人が全ての犯人ということで、そのまんま過ぎました。ちょっと考えすぎました。今回本坊は、なかなかのクズでした。 クズだとは思っていましたが、安住を手に入れるために後ご元と総理を殺したと思っていましたが、それは違ったようです。なぜ本坊は盗んで、そして売っ払ったのに、こんなに堂々としてたんですかね。そして製造することはできないのに、売るだけでなぜ7割持ってこうとするのでしょうか。藤巻は売り値がわからないんだから、ここは嘘でも55でって言うべきでしょう。それに藤巻と言った時は、闇の帝王となって杏里さんを手に入れるって言ってたのに、 軍事にすぐ忠誠を誓ったんですかまあ、忠誠を誓わなかったら何されるかわかんないんでしょうがないんですけど。そして今回、軍事が本物の皇帝宣言をしました。来週あたり白鳥に殺されそうですね。白鳥じゃなければ、鶴下が嫉妬の末、ギフトを入れるのではないでしょうか。さて、鶴下を嫉妬させる魔法ですが、魔法はプリンが好きではないことが判明しました。うーん、これは藤巻が悪い。 ただ、だったら離婚すればいいのになーって思うんですよ。来週のあらすじで、藤巻の行く手に待ち受けていたのは、目の前が真っ暗になる悲劇の数々。そして、彼を奈落の底に突き落とす、妻の裏切りだった、とあります。この妻の裏切りとは、真帆と軍事が不倫することでしょう。不倫するくらいだったら離婚せえよ。確かに藤巻は真帆のこと何にも分かってないのは、もうそれはダメです。だからといって、不倫していいことにはなりません。 今の状態だとただただ病気のために藤巻を利用しているようにしか思えませんさてこの郡司と真帆の不倫に対して鶴下はどう動くのでしょうか来週も楽しみですねここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします来週も考察動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです 現在、スポンサーを募集しております。動画内に提供を入れることができます。提供を入れる頻度や場所によって料金はかかります。詳しいことは LINE や X からお気軽にお問い合わせください。現在最低1000円から受けたまっております。そして、公式 LINE やってます。機限 LINE 送ってください。仲良くしましょう。LINEPay や PayPay で投げ銭もできますのでよろしくお願いします。この動画は、うごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。